さあ皆さん、配信始まりましたかね。自己紹介からいきますか。はい、青ゲーミングチャンネルの後藤です。よろしくお願いします。お願いします。続いて、ハオゲーミングチャンネル緑色担当、周作です。よろしくお願いします。お願いします。皆さん、こんなの欲しい、あなたの心に転生人、シリウスゲーミング所属 e スポーツキャスター VTuber 七星長です。よろしくお願いします。一人だけある、工場が工場長い、あるある。はい、はいはい、じゃあ工事させてもらいます。工事 KOG です。皆さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと恥ずかしかったからね。行こうね。コンコジじゃないですか。コンコジね。あれちょっとあれ、格ゲーマーの間で言ったらさすがに引かれるんですよね、やっぱから。今日は VTuber なんで大丈夫ですよ。よかったよかった。工事さん、それはあかんとか言われてまだ格ゲーマーには浸透してないんで、ちょっと困ってますね。なんかあのコアさんにコンスコって家みたいに言ってる動画見ましたよ。そうなんですよ。言ってほしいんですけどね。もう格ゲームは本当になんか全然ああいう文化なくて困ってるんですよ今。ほんま異世界が満足でやってきた生後3ヶ月のビボマオ、格ゲーマオです。よろしくお願いします。おー、改めて改めて言い直した。ある。はい、お願いします。そうするか、ということで、そうですね、まあ、今日はね、伸びしろーず、前回のね、格闇カップのリーダー枠、かつ、まあ、全敗のね、皆さんに来ていただいて、今日はね、まあでも、伸びしろの塊ということで、コーチングさせてもらおうかなと思ってるんですが、ありがとうございます。お願いします。はい、どうですか、格闇カップ以降、その後、皆さんは。そうっすよね。1個だけいいっすか、小池先生。いいっすよ、全然いいっすよ。はい、今のリーダー陣全敗端子だったんですけど、ちょっと僕のですね、ここにいる、うん、あの、はい、下々のものと一緒にちょっとしてもらったいと思っちゃうんですよね。はい、大ちゃんからね。あれ、君たち3人はかけ闇カップ、まあまあまあ、何勝だっけ。まあ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 、いいよ、ゼロ勝だよね、君たちね。いいよ、僕一生ですから。じゃあじゃあお前なんか違うって。お前来いや。お前来いや。待ってる待ってる。君大金の子もいるじゃん。じゃあ見せてもらいましょうか。大丈夫か？うん、いけるか？当たってるよ、ガードは。あ、なんかあれか、口プレイしながら戦うタイプやな。あ、なるほどね。そういう感じね。はい。受け身って絶対取った方がいいんですかね。基本的に絶対取った方がいいですね。あ、基本的には絶対取った方がいい。なんかチュンリー戦は取らなくてもいい場面があるみたいなのがあったんですけど、チュンリー戦はあのめくられることあるんで、確かにあるんですけど、早く、はい、あーやるね、はい、ね、そうやな。じゃあ一人ずつ、じゃあどうしようかな。やっていきますか。そうですね、七星さん、はい、とまあ光太郎さんに、まあ、まあとてもやってもらいたいことがあるんです。はい、このゲームなんとこれを覚えたらすぐに勝てるっていうシステムがあるんですけども。まさか。はい、そんな七星さん、はい、この後に受け身を取ってください。ボタン2つの女子。はい、受け身受け身を取って受け身を取って。はい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 、なんとボタン同乗することで後ろにコロンと転がれるわけですね。はい、七星さん、はい、キャミー戦で一回もやってなかったですよ。すいません。だからもうミルンさんが歩いても投げをもう重ねてきてもうもう、はい、じゃあ行くよ。はい、ほい、あ、はい、あ、はい、ほい、ほい、はい、あ、行くよ。はい、ああ、はい、行くよ。これなんか行くよ。はい、なんでそうなの。すいません。そう、ね、なんで結構練習するとこ多分ここっぽい、はい、そうですね、はい、かな。でもこんなところかな。こうか、うん、そう、できないことはない、あとは勉強するだけって感じですね。はい、うん、うん、間違いない。
まあ、あとはトレーニングかな、はい、歌いながらちょっとやっていただければまたいつも通り僕ねそう、チュアシラシ歌枠と体育歌枠そろそろ VTuber に浸透すると思ってるんですよね、あれ時間のない VTuber に時間のない VTuber でもあれやった後に気づくんですけど、歌枠1回分とストローク1回分の配信分の体力を消費するので、はい、結構コスパ的には悪めです確かに確かに別々でやった方が健康にはよろしい、はい、はい、も俺も気づいたんですけど、けて歌わないでやった方が練習になってるんじゃないかなってなんかあれはだからそのなんだ無意識でもミスらずにコンボ出せたり、うん、対空出せたりするための練習みたいな、うん、意識してできるようになってからやることなんじゃないかな、はい、じゃあ真央さん、まあ、でも真央さんこの前教えたことからちょっと僕自身がねあんまりそのダルシム超やり込んでるわけではないんで、苦手なキャラをちょっとの対策的なのを教えてほしいなって。ああ、わかりました。はい、じゃあキャラ対いきますか。クリー J マジで何が起きてるかわかんないっていうのと、あとラッシュが早すぎて、はい、勝率20何パーなんですよ今。はいはいはい。どこに狙う隙があるのかをまず知りたいんですよね。そこからわかんないですよね。はい。強玉とかに対してスラが結構いけてる。そうそう、こんな感じ、ね、これが結構大事、はい、あの下ダイパンもめっちゃいいんやけど、あ、下ダイパン結構やってます、はい、でもそう、よりリターンがあるのはそのダウン取れるスラの方、はい、うん、あと、ね、まあ、はい、気をつけなきゃいけないのがやっぱこれかな、いや膝強いんすよね、はい、マジで膝ってもうやばいぐらい強いから、うん、この膝の位置になったら後ろ中パンはかなり意識しないときつい、後ろ中盤はちょっと反応遅れると負けますからね、負けるね、はい、対空の通常技ってことですか、そうで、例えばいつもやったらあのランスとか、マウンテンやってると思うけど、そうですね、もうそれもきついからこれうんうん、うん、なんでスラが大事かつ、はい、近い距離での2位をなんとか落とす、ね、はい、飛んでくるよね、飛んでくるよねそれではなくて一発打ったらもう飛んでくるから、飛んでくるから、ハウハもやめて、はい、はい、じゃあここコンボして、はい、やらかった、はいはい、飛んできた、飛んでくるよね、飛んでくるよね、飛んでくるから、はい、この上上、飛んでくるよね、飛んでくるから、ありがとうございます、はい、弾打たなくていいよ、打たなくていいよ、うん、打たなくても飛んできてくれるから、はい、はい、あ、いや、いいね、いいよ、いいね、いいね、いいね、あ、いいよ、波動拳ガードしながら。そう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 、おー、いいね、いいね、いいね、いいよ、あ、慈悲の心が、はい、出ないです、対空が、はい、対空が出やすい位置まで下がって上だけ見る、はい、はい、あ、出ない、はい、出ないみたいです、あ、このしゃがみチューバーもしかして全部対空か、もしかしてこれはあ、スッあー、なるほど、なるほど、あ、出た出た、はい、あー、いいよ、分かった、出た出た出た、いいよいいよエルロムさん、ありがとうね、はい、いいよいいよ、ありがとうございます、普通のいい人いいと思います、はい、安心して仲間いるよ、はい、あー、そうそう、弾を打ったら飛ばれるよね、いいよ、相手優しいよ、はい、そうそうそう、弾打つイコール飛ばれるから、飛ばれるということは、はい、飛ばれるということは、飛ばれるということは、飛ばれるということは、いいよ、相手優しいよ、相手優しいよ、もう一回やってみよう、はい、もう一回やってみよう、はい、さっさと、これなの、あ、いいよ、それでもいいよ、うん、いいよいいよ、落とせってことないんじゃない、はい、いいんじゃない、いいよいいよいいよ、全然いいよ、うん、いいよ、あー、やっと出る、あー、いいね、いいね、いいね、天然林のコマンドって昇竜ですか、昇竜です、昇竜 P です、いい、しゃがみ鉄板でもいいよ、いい、あともうね、優しい、優しい世界だよ、中足風波とかもやっちゃってさ、あタイムアップ負けすんだよ危なかったさあ、いいよいいよ、エルロムさんが近づいてきて、はい、あ、いいよいいよいいよ、出てるよ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 、さあ、そう、あ、いい、あ、いい、出てる、これは練習ですね、試合に勝って勝負で負けたね今ね、あ、もう全部、いや、もう負けてんのよ、負けてんのよ、じゃあ今日は
小林先生ありがとうございました、はい、ありがとうございました。あ、ハッシュタグのびしろーずでツイートしてくれたのに行きますよ。ハッシュタグのびしろーず急に作ってそんな作ってたの。あるある、はい、全部ひらがなのびしろーず、はい、お疲れ様でした。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 